皆さん、目を閉じてください。リラックス、リラックス、リラックス。体と心を今日はリラックスさせましょう。皆さんは仕事をたくさんしています。勉強をたくさんしています。ちょっとリラックスしていろいろ想像してみましょう。想像して楽しみましょう。例えば今皆さんは東京にいます。日本にいます。日本の東京、渋谷にいます。渋谷のスクランブル交差点、たくさんの人が歩いています。その中にピカチュウがいました。あなたは嬉しくなってピカチュウに飛びつきました。抱きしめました。ピカチュウはそれを受け入れました。ピカチュウとあなたは手をつないで渋谷の街を走っています。周りの人たちは驚いてあなたたちを見ています。ピカチュウが言いました。もっと早く走って、もっと早く走ろう。あなたは走ることができる。とても速く長く走ることができた。渋谷の街から走って走って走って、気がついたら成田空港まで走っていました。ピカチュウはあなたに一枚のチケット、航空券を渡してくれました。それはハワイまでの航空券。ピカチュウは言いました。急いで、もうすぐ飛行機が来る。あなたは急いで
成田空港の中に入って飛行機に乗りました。飛行機の中であなたはポケットモンスターを見ました。その中ではさっきまであなたと一緒に渋谷の街を走っていたピカチュウがサトシ君と一緒にたくさんの冒険をしていました。気がついたらあなたはワイキキについていました。気持ちのいい風、暖かい風、太陽はとても強い、だけど強すぎない、本当に気持ちがいい天気。あなたはワイキキからタクシーに乗って島の真ん中の方に行こうとしていました。そこにピカチュウがやってきて、何をしてる？タクシーなんて必要がないよと言いました。あなたはどうして？と聞きました。ピカチュウは想像の中ではもっともっと自由に世界中を飛び回ることができる、だから一緒に空を飛ぼう、そう言ってあなたの手を取って、空を飛ぶ。ハワイにある島と島の間をあなたは飛ぶ。ピカチュウと一緒に。そこは本当に空気がきれいな場所。あなたはオアフ島の森の中に入った。木と木の間に腰を下ろした。ピカチュウと一緒にパイナップルを食べている。おいしいおいしいパイナップル。ピカチュウはパイナップルを食べた後に今度はパパイヤを食べ始めた。あなたはすでにパイナップルを食べてお腹がいっぱい。ピカチュウ、もう僕は食べることができない。そう言うとピカチュウは大丈夫、そう言ってあなたのお腹をポンポンとさすった。あなたはお腹が減ってそのパパイヤをまた食べ始めた。そのパパイヤの味は今まで食べた
パパイヤの中で一番美味しい味がした。